げたいなと思います。No, this is good. This is good. Enough? Mm-hmm.今のテストで石臼を回していただきましたけども、これ900キロある石臼、下の方に900キロの石臼がありまして、上の方にまた900キロの石臼が乗っかっている状態ですね。でこういうふうにここに隙間がありますから、隙間このここの上の部分からヘナの葉が入ります。そして下の石臼に当たりまして、回転している間にこの隙間、石臼のその隙間からヘナの粉がこう出てくると。でこれがおよそ1時間で15キロから20キロ900キロの石臼を2枚使ってゆっくりとモーターを回して1時間に15キロから20キロっていうヘナの粉末化が行われるという、そういう状態ですけども、これが石臼です。隙間が石臼の隙間が見えてきました。何しろ900キロ近い石臼の上にまた900キロの石臼が乗ってますので、なかなかこのメンテナンスするときに目立てっていうのをしなくちゃいけないんですけども、この目立てが非常に大変です。こういうふうにして少しずつこの石臼の隙間を開けてやるんですが、これがなかなか3人がかりでもなかなかやりづらいんですね。石臼のヘナを引く面が少しずつ見えてきました。ちょっともっと接近して見てみますが、この隙間にこのヘナが入り込むことによってヘナの葉が粉末になる。このThank you.
今のこれラジャスタンで典型的に使われているあの家の外壁なんですけど、これ石臼に使っているあのヘナの石臼に使っているあの石と全く同じものです。まあ、ラジャスタンの硬い石、ソジャット地方の赤石と呼ばれているものです。で、この赤石と同じあのものでこの石臼のこの地方に産出する石でヘナを粉末化にするあの石、ま、丸い石臼が作られています。ソジャットはこのラジャスタン地方はインドでも石で有名で、こういうふうにして赤石、ああそこにね今石臼があるというので、ちょっと石臼を見に行きます。こちらの地方で作られている石臼、まあ、これでいろんなものを香辛料のものでも潰すこの石臼が注文になって今作っているそうなんですが、これでまたヘナも昔は伝統的には潰していたと、石臼引きの基本的な形ですね。簡単に石臼の石ヘナ石臼引きの装置について簡単に説明しています。この上の方に三角のヘナの刃がここにあります。で、このヘナの刃をこれが大体20キロ程度ですが、これを粉末化するのに1時間かかるんですけども、非常にゆっくりとした速度で粉末化しています。で、こういうふうに 下にこういうふうにですね少しずつ少しずつ降りてくるんですね、下の方に。で、この穴の先に石臼が回転しています。で、それが回転して回転しているのは、まあ、これこうですけども、この鉄のこの容器の中にこの石臼が回転しているんですけども、これが下の方でこういうふうに見ますと、こういうふうに電動でゆっくりとゆっくりと、まあ、回転をしているわけなんです。で、そうしますと少しずつ少しずつヘナの刃が出てくると、こちらの方にこういうふうに出口がありまして、このところに少しずつ少しずつ1時間に大体15キロから20キロのスピードでもうゆっくりと粉末化されてここに出てくるんですね。本当にわずかなもんなんです。